ファイルボルトとは、MacOS に搭載されているディスク、暗号化機能である。MacOS 10V10.3 で初めて搭載され、MacOS 10 Lion でバージョンアップされて、ファイルボルト2となった。ボルトとは、英語でアーチ状の堅固な建築物を意味する。MacOS 10V10.3 で搭載されたバージョン。ユーザーのホームディレクトリを、 アイス -128 を用いて暗号化することができる。ホームディレクトリは暗号化されたファイルとして保存され、ユーザーのログイン時にマウントされる。初期のバージョンでは単一の暗号化されたディスクイメージが使用されていたが、MacOS 10V10.5 以降のバージョンでは細かく分割されたスパースバンドルが使用され、OS のタイムマシン機能に対応した。 このバージョンでは移行アシスタントを使用してユーザーデータを新しいマシンに移行させるときに一度ファイルボルトを無効化しなくてはならない。MacOS 10 Lion で搭載されたバージョンディスク全体を暗号化することができる。ファイルボルト2を有効にするとディスクが XTSYS128 を用いて暗号化される。 パスワードを忘れた時のために復旧キーを設定できる。8メガバイトごとに分割されたファイルで構成されるディスクイメージで単一の巨大なディスクイメージファイルに比べて効率的な取り扱いが可能。ZXTCB-CTS の略である。復旧キーはオンラインで Apple へ保管を依頼することができる。ありがとうございます。